ちなみにね、のんきに、あ、親子ですね、なんて言ってましたけど、あ、そうなんですよね。気をつけないといけないんですよね。子育て中っていうのはね、親父か特にね、お母さん実家がね、警戒しますんでね、結構ね、ね、子供にわーって寄ってくとね、不意にね、ふわーっと寄ってくとね、危害を加えると思うんでね、攻撃できたりとかね、いうことがありますんでね、気をつけましょうということでですね、そうそうそう。まあ、これはね、まあ、これ、動物全般に言えますけどね、基本的にはやっぱし、子鹿とかね、そこそライオンとかでやったら大変ですよね、ね、大変な目に遭っちゃいますからね、そうそう。さあ、買い物は7時半。じゃあ大丈夫そうですね。いいですね。日曜日ですけど、空いてますね。どうなんでしょう。コロナの影響なんですかね。経済は。まあ、これはコロナの影響ですね、チケットを買って入ったらいいのかな。当分ないのかな、ね、まあ。とりあえず、中は、配管はできるみたい。7時半から。入れるみたいなんで、まあ、混んでくる前にじっくり見ましょう。なんかはどれぐらい撮影していいのかな、聞いてみましょう。さてとね、チケット買ってきました。配管料は600円ということでね、あれなんですね、撮影さてね、動画とかも撮って大丈夫ですよということを確認できましたんでね、撮っていこうと思います。これね、結構広く撮ってありますよね。奥がね、チケット売り場で、でここでもぎりしてもらって入るって形なんですけど、やっぱしね、お客さん少ないですね。もうだって誰も映ってませんよね。そうなんです。これ東大寺ですからね、奈良の。やはり例年に比べると少ない。まあ朝市っていうのもあるんですけど、でもちょっと例年よりもやはり少ないみたいですね。で、なんか聞こえてきますよね。朝なんで。今日読み上げておりますね。よかったですね、ありがたいものをね、見させていただくことができました、しかし、さっきとすると改めて見るとやっぱり大きいですね、すごい立派です。で、そう、本体はね、
どうやってその道路を流し込んどったかっていうね、ところをね、どういう技法を使ってましたっけというね、質問をいただいたから、今確認に答え合わせるために来てるわけですから。そしてもともと前身なのかというわけですよね。年代がすごいですね。ハングル表記はそのままなんだいいもんにしてるんですね。あのソウルにもね、あの同じ何大門で書くとかありますけど、あれ何でもでしたっけね、なんかそういうふうな感じですよね。まあ、特にそういうふうに書いてるわけでもないんですね。なるほど。やっぱですね、これは項目点数すごいですね。これ怖いですね。ああなるほど、やはりトープのみが残っとったんですね。見てもね、威圧感がありますけど、この距離を見るとすごい凄まじい厳かさがありますね。ちょっと夜に見たら怖いな。雪の山の子から持ってきてたんです。持ってきてこの模型がね、同じ50分の地形だから横幅が鎌倉の頃の方がだいぶ大きかったんですね。まあ、うちのチャンネルをね、あの沖縄の、ね、方3名もね登録いただいてますんでね、これが一つもう一体のもんね。やっぱりこの距離で見るとこうですね、むちゃくちゃすごいですね。穴くぐり、これが多いですね、距離の。なんかその絵画に関するね、なんか歴史の思い出かと思ったら、まさかのなかなかの難題ですよこれ。数学検定教科書日本史の問題じゃなくて理系の問題でしたね。何台も通せられる金が進行しました。これ令和2年ってなってるとこに毎年書いてるんですね。そうですよ、すごい大きさですよね。で何台もの重さは何トンでしょうか。めちゃくちゃここの説明からこれ引き出すのは相当難しいでしょう。つつがなく、お参りさせていただきましたが、困ったことに大仏の作り方に関しては何も記載がありませんでしたね。なんてことだ、どこかにあるでしょう、どこか探せばあるでしょうと思うので頑張って探そうと思いますけど、いやー、だからね、ちょうどね、あのそのね、依頼をしてきた、ね、視聴者さんがね、ちょうどね、あのちょっと試験を受けるという話があったんでね、資格試験ですけどね、ちょうど試験のお守りあったんでね、試験の合格お守りあったんでね、それをとりあえずお土産に買ってと、なんてね、素晴らしいチャンネルでしょうね。自分で言わなきゃよかったか。で、あ、そうですね、このあたりもね、チャラいミス。もうね、やはり今ちょっと止めてますね、あの、お伊勢さんね、伊勢、
伊勢のね、この前言ってきた下空の方ね、豊池大臣空の方はね、水がね、ね、被写を使わずにね、ハンズフリーでね、なんか割れるようなね、構造に書いてありましたけど、ここも塞いでますね。あとは、こう出てくるのかっていう感じかな。